6月から夏にかけて旬を迎えるズッキーニ、今回はさっぱりと食べられる梅しそ和えをご紹介します。ゆでささみの作り方も必見です。ズッキーニ1本 250g、 ささみ2本、しそ10枚、梅干し3個。ささみはキッチンペーパーで筋を持ち、フォークで筋を引っ張ると簡単に取れます。鍋に 500cc の熱湯を注ぎ、火をつけます。そこに小さじ1/2の塩、大さじ1の酒を加え沸騰させます。沸騰したら火を止め、そこにささみ2本を加え、蓋をし10分蒸らしていきます。ズッキーニはヘタを取り、縦半分に切り、半月切りにしていきます。5ミリくらいの厚さがちょうどいいです。耐熱容器にズッキーニを入れ、2分電子レンジで加熱します。しそは千切りにしていきます。梅干しは種を取り、包丁でよく叩いていきます。加熱したズッキーニの硬さを確認しておきます。ボウルに叩いた梅干し、いりごま大さじ1、かつお節1パック、ごま油大さじ1、塩小さじ3分の1をよく混ぜ合わせておきます。蒸らしたささみを取り出し、手でほぐしていきます。そしてキッチンペーパーで余分な水分を拭き取っておきます。和え衣に切ったズッキーニ、蒸らしたささみを加えていきます。よく和えたところにしそも加えていきます。軽く混ぜ合わせたら、一つ味見をしてみて塩加減を確認します。塩が足りない場合は少々加え、味を整えてください。よく和えて完成です。ズッキーニの代わりに塩もみしたきゅうりで作っても美味しく食べられます。ズッキーニのレパートリーを増やしてみませんか？ご視聴ありがとうございました。